おはようございます。おはようございます。今日は、リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズカントリークラブアーノルドパーマーコースで第2ラウンドとなります。昨日の結果は、タイナ選手イーブンパー、立派なスコアでした。で、高山選手3オーバーで、まだまだ、チャンスはありますので頑張ってください。で、コースレーティング的にはトーナメントコースより 1.5 だから2打ぐらい簡単なコースなので、稼ぐのであればこちらとこちら2日間のうちやっぱりアンダーを出せるのは、こっちの方が確率が高いと思うので、頑張ってください。で、昨日の反省、今日の抱負、谷田選手からよろしくお願いします。はい、昨日はこう距離が長いセッティングだったんですけど、まあ、その中でこうパー5であったり、まあ、100ヤード以内からバーディーを取ることができなかったので、今日はもう少し縦距離を合わせてバーディーチャンスをもっとつけたいと思います。はい、高山選手、全体的にショットの調子が良くなかったのと、あとはもったいないパットもあったので、今日はそこを、まあ、極力こうできる限りフェアウェイに打って、大事なバーディーパットとかしっかり決めれるように頑張ります。はい、まあ、どの方向を狙ったりとか何を、ターゲットにしたらいいかというのは私の方からキャディー代わりに説明させてもらいます。ということで、今日もご両名ともアンダー目指して頑張ってください。はい、じゃあ始めましょう。お願いします。第2ラウンドが始まります。アーノルドパーマーコース1番ホールはパー4です。今日は一日よろしくお願いします。さあ、スカミの第1打ショットどうなるでしょうか。うん、ナイスショー、ど真ん中。ここは400ヤードとちょっと距離があります。お願いします。方向よし、ど真ん中、ナイスショット。高山選手ティーショット、ナイスショットで残り150ヤード、7番アイアンです。うん、ちょっと左からフェードをかけて、綺麗に乗ってピンに近づいてバーディーチャンスです。ナイスショット。谷田選手残り145ヤード、同じく7番アイアンです。軽めで打つようです。うん、ちょっと振り気味でしたが距離は OK、 右に流れてナイスオンバーディーチャンスです。1番ホールグリーン上に来ています。高山選手、谷田選手ともにナイスオンでした。距離は約8メートルの下りのスライスラインになると思います。傾斜的には 70% 程度、まあ、フラットで打つ場合の6割から7割のスピードで打てばいいという意味なんですが、アメリカではよくパーセンテージで表します。ということで、まあ、65% スライス2カップ3カップというところでしょうか。おー、ナイスバーディー、素晴らしい。スライスを完璧に読み切りました。スピードも素晴らしいスピードでした。さあ、谷田選手、傾斜的には 85% という感じでしょうか。ちょっと弱いか、ちょっとは1メートル以上残ってしまいました。ここはきっちりとパーで決めたいところです。約1メートルの下りのスライスラインです。
ナイスセーブ、ナイスパー。2番ホール右ドッグの長いパー4、418ヤードです。真ん中狙いです。左からフェードがかかって真ん中にナイスショットです。これはフェアウェイ左にナイスショットです。よいしょ、ありがとうございます。谷田選手残り184ヤード。お、ピンの左に向かってまっすぐ飛んで距離次第ですが乗ったようです。よいしょ、高山選手第2打目残り約180ヤード。ちょっと左に出てしまいました。左バンカー方面に行っています。あ、冷気に当たって激しく左に跳ねましたがバンカー内には収まっていそうです。高山選手第3打目になります。グリーン左横のバンカーショット約30ヤード程度あるでしょうが、はい、上がんない。え、何、首が痛くて上がりません、テイクバックが。嘘、大丈夫、もうダメそう。いや、ちょっとここまでしか上がんない。首おはようございます。おはようございます。なんとまたしてもとんでもないアクシデントがあり、高山香織選手2ラウンド目この2番ホールの、第2打を打った瞬間にぎっくり首になってしまい、危険となってしまいました。ということで、昨日はお休みの日にしたんですが、今日明日でこの暑い中谷田ゆりが選手が5オーバー以内を目指して頑張ることになりました。はい本当に気温が高くて日本にはない気候の中でのプレーになると思うんですが、まあ最後まで集中力を切らさずに頑張ってプレーできたらいいなと思います。はい、5、オーバー以内目指して頑張ってください。はい、今日は特に、34.5 ホールなんで、あのペース配分気をつけて頑張ってください。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。2番ホールです、ちょっと変則になってしまいますが、昨日とピンポジが変わっているので、本来はグリーンの、昨日のボールのあった段階で、ところからやろうと思ってるんですけども、ピンポジが変わってしまったので2番ホールは、打ち直しやり直しということで合意形成がなされました。うん、ナイスショー。フェアウェイ左にナイスショットです。2番ホールセカンド地点にやってまいりました。175ヤード、5番アイアンです。ちょっと左に引っ掛け気味、バンカーには入ってなくてグリーン左のラフです。グリーン上にやってきました。約15ヤード、スライスラインのアプローチショットになります。パーセーブなるか。おお、ナイス、ナイスセーブ、ナイスアプローチです。ナイスパーでした。ナイスパー、ありがとうございます。順調なスタートです。3番パー5やや右ドッグです。フェアウェイ真ん中が狙い目ですが、左前の木の枝がちょい邪魔になってます。フェアウェイど真ん中にナイスショットです。私に言われた通りの
超ナイスショットでした3番ホールパー5見事にナイスショットですが、4番ユーティリティでレイアップするようです。綺麗にフェードがかかりコースなりに飛んでいます。ナイスショット、ありがとうございます。第3打目にやってきました。さあバーディーチャンスにつけることができるか。ちょっとショートか、いやバーディーチャンスにはついてるでしょう。ワンピンちょっとだと思います。3番ホールグリーン上です。約5メートルのバーディーパットになります。これはライン読みが少々難しい感じですが、スライス目も入っているので、スライスだと思います。んな惜しい、ナイスパー。パーでした。4番ホールパー3です。お、ピンに向かって筋ってます。あとは距離だけ、筋ってます。見えない、まあ、乗ったのは確かでしょう。ナイスショット。4番ホールパー3見事ワンオン、約2メートルちょいのバーディーパットで、下りのスライスになります。かなり速くて 50% ぐらいのスピードだと思います。さあ読み切れるか、読み切れるか、惜しい、曲がりきりませんでした。この返しのパットは慎重に決めたいところです。ナイスパー。